どうもこんにちは、そうやです。今回は前回に引き続きまたアクセサリーを作っていこうかなと思います。今回作るアクセサリーは首から下げれるウッドレジンのアクセサリーです。前回使ったレジンの残りがありますんで、それを使ってまた作っていこうと思います。はい、というわけで今回もこいつを輪切りにしていきたいと思います。こいつあと何回使われるんやろうな。まだ4回ぐらい使えそうですけど、果たしてそんなにこいつで作るものがあるのか怪しいところですが、今回も輪切りにしていきます。はい、続いてこちらで真ん中に穴を開けていきます。はい、抜けました。はい、では今回も木工旋盤です。まずは外形をきっちりと整えていきます。さあ、それでは最後の仕上げ、水研ぎです。
というわけで完成です。こんな感じになりました。完成度の方はね、やっぱり色付きレジンを使うのでかなり、まあ、幻想的というか木だけの風合いじゃ出せない感じになりました。もうちょっと工夫したらよかったかなっていう感じはするんですけど、まあまあこんなもんでしょう。今度はもうちょっと工夫を凝らした形してみようと思います。これは嫁さんにあげようと思います。喜んでくれるかは分かりませんが、まあ作ってみたよということで、というわけで今回はここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。